こんにちは、いくこです。いつもありがとうございます。今日はこうちゃんが分散登校ということで学校に行きました。朝電車で行くために駅まで送って、で私は帰りはもちろん電車で帰ってくるつもりで、いつものように連絡帳に自分の最寄り駅の名前を書いて自分でね帰るようにっていうつもりで連絡帳書いて、でこうちゃんにはお迎え行くからねって言ったんですよ。でそれをこうちゃんは私は駅までお迎えに行くからね、駅で待っててみたいな、そういうつもりで言って、仕事をちょっと早めに抜けさせてもらって、駅まで行く途中に、なんかこうちゃんから電話がかかってきて、で、何？と思ったら、学校まで迎えに来てくださいって言って、電話かかってきて、あれって、あれ私、迎えに行くからねって言っちゃって、たのは駅まで迎えに行くからねっていうつもりだったんだけど、こうちゃんにしたら迎えに行くからねの主語がなかったから、学校に迎えに行くからねだと思ったみたいで、で朝学校に着いた時に帰りの予定を書くみたい、書くっていうかね、先生に知らせるみたいなんですけど、それをまずお迎えっていう風に言ったみたいで、先生もあれいつも電車なのにおかしいなとは思ったみたいなんですけど、先生もこうちゃんの言うことを信じてくれて、でみんなと駅まで一緒にね歩いて帰るっていう風じゃなくて、保護者が迎えに来るっていう方の集団の方に入らせてもらったみたいで、だけどね、お迎え来ないんですよね。私は駅まで行くつもりだから。で、そこがちょっと食い違ってて、ちょっとこうちゃんには悪かったけど、私は電話もらったので、すぐね、その足でそのまま学校までお迎え行ったんですけど、まあ学校もね、途中まで行ってたんで、まあそんなに、時間もかからずお迎えに行けて、まあギリセーフだったかなと思うんですけど、ちょっとね、こうちゃんも申し訳なさそうな感じで、待ってて、こっちも主語を言わなくて、ごめんねっていう感じで、言葉のコミュニケーションって難しいなと思って、慣れてるからって主語を抜いたら、捉え方によってはね、駅が学校になっちゃうっていう、こともあるんだなと思って、まあこれからはちゃんとその主語をつけて言うか、逆にこうちゃんに今日はどうするっていうのを言わせて確認するっていう風にしていこうかなと思います。まあ失敗は成功のもとで今回は私が学校まで行く反面だったんですけど、まあそれはそれで電話もかけれたし、でもね、朝ね、電話の充電が全然なくて、その電話した時点で 1% だったらしいんですよ。携帯の充電が。だからちょっと車の中で充電しつつ行ったんだけど、ね、いざ学校から電話しようとしたら 1% だったっていう、まあギリギリかけれてよかったなっていうことで、これちょっと今回反省が多いなと思って、私の戒めとしてちょっと動画を撮っています。まあなんかね、ダラダラしちゃって、そんな感じ、疲れとちょっとねやる気が出ないっていう感じでダラダラしちゃってたので、こうちゃんごめんねって思います。はい、今日はこんな出来事がありました。ではまた、自閉症の子の子育てで私が学んだことを話していけたらいいなと思います。ではよかったらまた見てください。じゃあねー。